T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。ついに青カードも4回目です。他のより1回分多いのよね。そうなんです。未だに素手の貧弱者ですが、今回はついに武器を手に入れます。お、マジで？はい。待望の初武器ですよ。いやー嬉しい。そうか。どうせならこのままずっと素手で行けばいいのに。さすがにそれはきつすぎますよ。まあ素手でクリアしてくれというリクエストもあるにはあるのですが、私の腕ではできなくね、というのが正直なところです。まあね。ということで今回は躊躇なく武器をゲットしてやろうと思ってます。意気込みがすごいのは分かったよ。本来のルートなら2段ジャンプを取ったので、闘技場に進み、ミストを取ってから、ここに来るのが正しいんです。そうね、そうじゃないとコウモリが取れない。はい。だけど、先に武器だけを取りたいので、この段階で来てます。あ、ちなみに武器というのは、ホーリーロッドです。あれか。振りがめっちゃ速くて、継続性なので弱点をつきやすく、かなり強い武器なんですよ。継続性っていうのはいいね。なので、今まで素手で頑張ってきた、この青カードですが、ここから一気に強くなります。大幅な戦力アップだね。そういうことです。防具はそこそこだし、これで武器も手に入れたら、4色の中でも抜きんでますね。そう、緑も強かったけど。そうか、いい勝負です。ここを抜けなければお宝にはたどり着けない。早くもやばそうね。無事に帰ってこなければなりませんからね。戻りのことも考えないと。この上なんだけど、そのままじゃ厳しいか。左から回るか。勘弁してくれマジでヤバくない？思った以上の苦戦です。帰れるかな。やめてー。危なかった。何よやめてよ。私の心を表現してみました。意味わかんないし。あ、こっちも取っちゃった。使えないのに。まあいいか。ついにめっちゃ強くなるね。やったー。でも無事に帰れればの話ね。くぅ、絶対に帰ってやる。おやふぅ、怖すぎます。一回だけなら耐えられるよ。そこから連続で食らったらおしまいです。あ、やばいわこれ。やめて、帰りたいだけなの。私のことは放っておいて。謎を滅しちゃうよ。ひぃ、あ、終わってた。百ち、久々の下打ち。よし、これでもう青カードは安泰です。怖いものなんてないですよ。そこまでかなー。いやほんと、それほどの気分です。相変わらずキックが下手ね。これでよかったのか。使い魔の中でも妖精だけは、青っぽいし使っても良さそう。青い服だね。ゴーストもまあ青寄りではありますが、はっきりと青なのは妖精でしょう。使うんだ。すべては、ご主人様のために。ありがとう。使わないんかい。やっぱり武器のみで頑張ってみます。
せっかく装備の色を縛ってますからね。まあそれはそうだけど。青カードですと、聖水を使ったら、とか、いろいろありがたい意見もいただきました。とても魅力的な提案で、ついの見たくなってしまうところですが、できる限り武器だけでいきます。乗ればいいじゃない。まあ後半きつすぎたら、しれっと乗ってるかもしれません。何よ。とりあえず私の腕でどこまで頑張れるか、挑戦中と思っていただければ。まあそういうことね。こだわりは分かったよ。アイアンシールドは便利。無敵っていうのはほんとすごいね。青カードはまだ押してなかったんです。こういう時に限って全然開かない。一緒に数えるのやめてよ。さて、オルロックの間を経由し、闘技場まで行きますね。ホーリーロッドを取ったおかげで、色縛りってことを忘れそうなほど、簡単に進めてます。そうね、普通にプレイしているのと同じ。スタート時とは雲泥の差ですね。これは使えなかったか。来る意味はあまりないか。オニキスくらいね。もちろんワープ部屋は解放しておきます。ここの鎧に体が怖いところですが。ひー怖い。ホーリーロッドを手にした青カードよ。敵ではありませんね。確かに強いかも。連打が早いんですよ。しかも必殺技でダメージが上がるし。消費 MP は例なのね。使い放題です。動きが気持ち悪い。早いんですよ。という感じで闘技場到着。ここのボスを倒してミストを手に入れるのが、主な目的なんですが、実はここにも青い武器があるんですよね。あ、シールドロッド。そうです。あれさえ手に入れれば、盾の魔法まで使えるようになるという、まさに夢の一品なんです。確かにね。それだけでクリアは可能でしょう。でもせっかくホーリーロッドを手に入れたのに。まあそれは残念ですが、普段使いには、ホーリーロッドの方が使いやすいので、まだまだ出番はあると思います。そうなのね。シールドロッドの方が強いですけどね。使い勝手を考えるとホーリーロッドかな。ここは一応開けておいて。じゃあセーブして取りに向かいましょう。ここはかなりの危険地帯ですが、こうやって防げば無敵になるので、通り放題です。何これ、楽でしょ。すごいね、アイアンシールド。これがあるから青カードは有利なんです。思った以上に恵まれてるのかもね。攻撃力も防御力も上がり、さらに盾を飛ばしたり、盾の魔法を使えたりと、とにかくやり放題の武器なんです。考えてみるとめちゃくちゃね。リーチも結構長いし、ただ振りがやや遅いので、ホーリーロッドの方が好みかな。結果強いかもね。この辺は臨機応変に使っていきましょう。この二つで十分強いね。多分クリアまで十分だと思います。
他にも青には使えそうな武器がいっぱいありますが、正直必要ないでしょうね。ついさっきまで素手だったのに。青はここからが本領発揮なんです。先にお前から倒してやる。くっ。動くまでに倒しきれなかったか。こいつは横移動が大きいので、ちょいちょい食らっちゃいます。でも簡単に倒したね。あとはミストをいただくだけ。本当に順調ね。ジャージーのところに帰りましょうか。ただいま。また何かご用ですかな。これについてだ。まだ1万には届かないか。これを買いたかったけど、そういえば、青にはマントがあった。これです。ありがとうございます。では、またのお越しを。ほら。そうか、これも青なのね。裏返せば紫でも使えます。ようやく見た目も青になったね。あとはカードだけですね。さて、どうせなので今回はここで終わりにせずにコウモリ変身を取るまで頑張りましょうか。あら珍しい。よく見た砂が怖くないのだよ。また呼びにかまして。ボスのレッサーデーモンは性が弱点なので、ホーリーロッドがことのほか効きます。ちょうどここで用意されてるのに。かわいそうなボスかもしれませんね。よし。縛りプレイで結構苦戦してたのに。装備の相性が良ければ楽ですね。結局装備次第なのね。竹内ね。この感情はなぜなんだ。ずっと黄色い感情なんでしょ。っていうかキリ。こうか。まだボタン操作になれないな。LR 同時押しだっけ。はい。ただボタン変更しているとわけわかんなくなります。そういうことか。これは今後の課題かもな。まあいずれ慣れることでしょう。さて、じゃあそろそろ終わりますか。今回はほんの少し長くなったね。スタート時と全然変わりました。見た目もね。青カードはしばらくは大丈夫でしょう。そうね。次回の緑も安心ですが、問題は黄色と、なんといっても赤ですね。どうなることかお楽しみに、ノクターン。また次回も見てね、ノクターン。